それにしても渡月でこれだけの情報が手に入るとは思ってもみなかったな。予想外のことだらけだったし。渡月に行って帰ってきただけなのに、ものすごく長い旅をしてきた気分。みんなお疲れさん。いろんなことがありすぎたな。全部飲み込むのは難しいけど、知れてよかったと思う。僕たちが普段見ているのはごく狭い世界で、外側にはまだ別の世界が広がっていることを思い知らされました。重ねとも和解ができてよかった。心配の種が一つ減ったな。なあみんな、クナドゲートのことなんだけど。ユイトの超能力が関係しているという件ですか？ああ、あの後はるかから西蘭側のゲート調査資料も回してもらったんだが、結論は一致してた。実際ちょっとずつ、その、でかくなってるのは確かみたいだぜ。ユイトが超能力を使わなければいいのか？例えば、戦闘には参加しないとか。いえ、僕もクナドゲートの調査資料を検討してみたのですが、今のところユイトの特定の行動とゲートの成長に明らかな相関があるようには見えませんでした。え、じゃあユイトは関係ないってこと？そうではなく、ユイトの超能力の存在そのものが影響しているというか、おそらくユイトが生きているだけでゲートは拡大を続けることになると思います。そうか。嫌な言い方をしてすみません。でも自分のことは知っておいた方がいいと思ったので。いや、教えてもらえてよかったよ。目を背けたって事実は変わらないわけだしさ。それにルカの言う通りだとしたら、俺は別におとなしくしてる必要はないってことだよな。クナドゲートの詳細は解明されていませんが、多分そういうことになると思います。ユイト、何を考えている？みんなにお願いしたいことがあるんだ。お願い？渡月で話を聞いたときはどうしよう、死ぬしかないのかって考えなかったと言ったら嘘になる。だけど俺にはまだやらなきゃいけないことや知らなきゃいけないことがたくさんあるし、それに本当に他の方法がないのか探してみないとわからないなと思って。渡月に行くまで月のことなんて知らなかったみたいに、俺たちの知らない解決方法がどこかにあるかもしれない。重ねもきっと同じことを考えて俺を狙うことをやめたんだと思う。だから一緒にクナドゲートの解決策を考えてほしい。本当にあるかどうかはわからないけど。まったく、何を言い出すのかと思えば、そんなことは当たり前だろう。ゲンマの言う通り、最初からそのつもり。俺の情報も甘く見るなよ。機密情報だって引っこ抜いてやるからな。ユイト、これはあなただけの問題ではありませんよ。世界がどうこうではなくて、僕たちはチームなんですから。絶対方法はあるよ。みんなで探せば絶対見つかるよ。世界もユイトも両方助けなきゃいけないんだからね。みんな、そう言ってくれるかなって思ってたけど、俺やっぱり不安になってたのかもしれない。だから本当にありがとう。人間は月から来たとか地球が滅亡するとか、一度にいろいろ聞きすぎて頭がクルクルしちゃう。でもゆっくりでも全部理解しなきゃだね。ここから
く前に進むために。ユイト、ちょうどよかった。トレーニングルームまで一緒に来てもらえませんか？ああ、いいよ。もしかして筋トレか？だったら今度はゲンマも誘ってみようか。いえ、今日は二人だけで。少し確かめたいことがあるんです。ん？別にいいけど。で、確かめたいことってなんだ？まさか俺の体力テストなんてことは。いえ、トレーニングが目的じゃありません。ここに来たのは、近くに人がいないので二人きりで話すのにちょうどいいと思っただけです。ルカ、一体何事なんだ？以前僕たちは旧海抜群病院に行きましたよね。ああ、あそこじゃひどい目にあったな。あの時、施設の研究者から僕たち兄弟について何か聞きませんでしたか？あ、それは、相変わらず隠し事が下手ですね。やはり知っているんですね、僕と兄さんがベルペッパーだと。ああ、ルカが気にしてるみたいだったから黙ってたけど。そうですか。それはお気遣いありがとうございます。ルカ、こっちを見もしない。俺に知られたってだけでも嫌なのかな。なんで俺が知ってるって気がついたんだ？旧海抜群病院からアジトに戻った後、ユイトは自分がベルペッパーだとみんなに話しましたよね。あの時僕を見てわずかに表情を変えたでしょう。それでもしかしてと思っていました。そうか、俺顔に出てたんだな。ごめん。いえ、僕は別にユイトに謝ってほしいわけではありません。知ってしまったのは不可抗力ですから。ただ未だに疑問なんです。あの時ユイトが自分はベルペッパーであるとみんなに教える必要があったのか。必要って？ベルペッパーであることはこの世界ではハンデです。大っぴらに知られていいことなんて何もないでしょう。俺はただベルペッパーだって言ったくらいで、みんなが俺を見る目は変わらないと思ったから。実際みんな俺が思っていた通りの答えをくれた。それで十分俺はいいことあったなって思えるよ。ルカのことだって話せばきっとみんな気にせずに受け入れてくれると思うけど。僕はユイトのようには思えません。ルカ、あなたと違って僕はずっとベルペッパーとして負い目を感じながら生きてきたんです。セプテントリオンなどと言われていても、僕が頼っているこの超能力は実験で植え付けられた仮初めの力。自分自身の力じゃない。いつか突然パッと消えるかもしれない。そうなれば世間はきっと手のひらを返す。ずっとそんな風に怯えて生きてきたんですよ。今さらユイトのように無邪気にはなれない。世間がどう思ってもルカはルカじゃないか。今までルカはずっと海抜群で戦ってきたんだろう。誰よりも努力して成果を上げてきたんだ。誰が何を言ったってそれが消えるわけじゃない。やはりユイトは強いですね。そんな風に思えること自体があなたの強さだ。でも僕はユイトや
兄さんとは違うんです。逆風をはねのけて生きられるような強い人間じゃない。ルカ、あの、とにかく僕はこういう人間なんです。だから改めてお願いします。ユイト、僕がベルペッパーであるということは誰にも言わないでもらえますね。わかった。俺絶対誰にも言わないよ。ありがとうございます。話は以上です。それじゃあ僕は先に戻りますね。くれぐれもお願いします。大丈夫だよ、約束は守る。ルカ、不安な顔してたな。何年も隠してた秘密を人に、俺に知られたんだもんな。俺の約束ぐらいじゃ心からは安心できないのかもしれない。いや、ルカが安心できるように俺がしっかりすればいいんだ。何があってもルカとの約束を守ろう。ユイトは頑張っていますね。そうかな。ありがとう。ユイトは素直で一生懸命でまっすぐで、ちょっと嫉妬してしまいますね。僕はユイトのようにはなれない。なる必要もないのでしょうが、だからこそあなたを好ましいと思います。ユイトのことがもっと知りたくなりました。実は俺も同じことを考えてたんだ。俺たちまだまだ仲良くなれるよな。ユイト、今話しても大丈夫？ああ、なんだ？あの白い花、雪白静かそうのことで少し気になることあって。もしかして何か分かったのか？まだはっきり自信はないんだけど、前に日枝野山登ったでしょ？ああ、あそこは寒かったな。雪道も大変だったし。あの山の上、雪白静か草が自生するのにぴったりの環境かもしれない。
そうか、そういえば寒い鉱山に咲く花だって言ってたもんな、つぐみ。うん、だからちょっと行ってくるから。行ってくるってどこにだ？ヒエノさん。え、まさか一人でヒエノさんを登ってあの花を探してこようとしてるんじゃないよな？探すだけじゃなくて持ち帰ってくる。ユイトに本物の花見せるから。いや、そんなの危険すぎるって。険しい山だし怪異だっているのに、そんな無茶させられないよ。大丈夫、私戦えるから。戦闘経験ならユイトより長い。それはそうだけど、でもさすがに一人じゃ。どうしても探しに行くつもりなのか？うん、止められても行く。結構、いや、かなり頑固だよな、つぐみって。よし、わかった。じゃあ俺もついていく。でも何言っても無駄だぞ。俺も止められたって行くからな。わかった、じゃあ一緒に。ああ、ヒエノさんに出発だ。
た。群生してる。マジか。やっぱりつぐみの分析は正しかったんだな。どのあたりだ。ここからすぐ近く。待って、あ、危ない。なんだ、何が見えたんだつぐみ。花の近くを怪異が歩いてる。このままだと花が踏み荒らされちゃう。よし、急ごう。ダメ。虫みたいにシッシって追い払うのは無理だよな。こっちに襲いかかってくるぞ。つぐみ、戦闘準備だ。了解。でも奴は本体を倒せばダミーも消えるはずだ。ユイト、どれが本体か見極めてくれ。おっと、水で攻撃か。濡れると機動力が落ちるからな、注意してくれ。倒れてるメンバーがいるな。このままじゃ危険だ。よし、弱点発見だな。まずいな。次だ。目を使わせてくれ。このままじゃ。まだ戦える。よし、片付いた。花は無事か。踏み荒らされてほとんど潰れちゃってる。もっと早くついてれば。半分ぐらいはまだ無事みたいに見えるけど。透視して地面の下も見てみたの。茎が折れてたり根がちぎれてたり、みんな傷ついてる。そんな、無事なのは一本もないのか。何本かは弱ってるだけだから、ちょっとずつ回復すると思う。時間はかかると思うけど。そっか、じゃあひとまず全滅は防げたんだな。でも
私、どうしよう。花、持ち帰って育てるつもりだったから。こんな状態で地上に持って行ったらすぐ枯れたりしちゃわないのか。ちゃんと栄養をあげれば大丈夫。適した栽培方法も考えてあるから自信はある。でも新しい環境で花に無理させちゃうのは確かだから。そんなこと私の勝手でしていいのかわからなくて。つぐみ、優しいんだな。それじゃあさ、花はこのままこの場所にそっとしておかないか。花にとってもここで咲いてるのが一番生き生きしていられるんだろうしさ。でもゆいとこの花好きだって。いいの？俺は咲いてる姿をまた見られただけで嬉しいよ。そのためにつぐみも頑張ってくれたし。つぐみ自身はどうしたいんだ？私は花が幸せならそれを壊したくない。分かった、じゃあ行こう。うん。つぐみはどうしてそんなにあの花を持ち帰りたかったんだ？え、それはその珍しい花だから、自分の手で育ててみたくて。知的好奇心って感じ？つぐみってちょっとした植物学者みたいだもんな。新しい植物育てると新しい友達ができるみたいで嬉しい。なるほどな。ま、遠くにいる友達ってことでさ、また今度花の様子を見に来ようよ。うん。あの、それとそれとね。ん？他にも何か理由があるのか？やっぱり何でもない。そっか、分かった。なんだろう、ああ言われるとめちゃくちゃ気になる。でも無理に聞くわけにもいかないしな。まあきっとそのうち話してくれるだろう。今日は山登りもしたし、アジトに帰って休もう。この間植え替えした花が咲きそうなの。もし咲いたらユイトに見せたい。楽しみにしてるよ。つぐみは植物を育てるのがうまいな。ユイトは私、人を育てるのが上手。え、そうかな。なんか照れるよ。あの、ユイト、私と、なんでもない。ん？なんか気になるけど、つぐみが話したくなったらいつでもいいからな。よう、来たかユイト。ってことは遊び人の先輩である俺の教えを恋に来たんだな。
いや、待ってるって言うから、なんか無視するのも悪い気がして。そんなこと言ってん。本当は俺様に会いたかったんだろ。照れるな照れるな。よし、とにかく街に繰り出すぞ。なんだよ、しょっぱなからしけた面しやがって。遊びってのは楽しむ気持ちが大事なんだぜ。いや、言われるまま来たけどさ、いろいろやらなきゃいけないことがあるのに遊んでていいのかなって。いいか、よく聞けよ。これはただの遊びじゃない。お前を破滅から救うための大事なレッスンなんだ。破滅？いつも肩肘張って生きてるといつか限界が来るぜ。真面目なやつほど折れた時はダメージが大きいもんだ。だからお前もグデアラ化しろとまでは言わねえが、もうちょい肩の力を抜いた生き方を覚えるべきなんだよ。まあ確かに少しの息抜きは必要なのかな。よし、そうと決まりゃ俺様がセイランのプレイスポットを端から端まで案内してやる。え、おい、ちょっと待てよ。よし、次はカラオケ行くぞ。カラオケ。なんだよ、もうバテたのか。疲れた。端から端までとは言ってたけど、まさか本当に街中連れ回されることになるとは。しょうがねえな。じゃああそこで座って休もうぜ。やっと一息つけた。カゲロって本当に遊び慣れてるっていうか、人生楽しんでるって感じだな。そりゃ人生楽しまなくちゃ損だろ。そういう楽天的なとこは俺もちょっと見習った方がいいのかもな。楽天的ってのはちょい違うかな。本当のこと言うと、人生なんて大して楽しいもんじゃねえよ。だからこそ遊び歩いて現実逃避するわけ。ちょっと気晴らしすりゃそんな人生から目をそらせるからな。そういう風に言われると今日一日無駄なことをしてたような気になってくるぞ。そりゃ悪かったな。でも息抜きにはなっただろ。まあね、肩の力は抜けたよ。確かに。つまり現実逃避が必要な時もあるってことさ。特にいろいろ抱えて生きてるようなやつはな。じゃあカゲロウは何を抱えてるんだ。今の言い方、自分も逃避したがってるように聞こえたぞ。俺には何もねえよ、すっからかんだ。見ての通りのただの軽薄な野郎だよ。そうは思えないけどな。月から移民してきて2000年以上も生きてるなんて波乱万丈の人生だろ。それだけ生きてたら過去の思い出もいろいろあるだろうし、本当は悩んでることとかもあるんじゃないのか。はいはい、俺の話はいいの。今日の目的はお前のストレス解消なんだぜ。ほら、さっさと次の店行くぞ。わかったよ。はぐらかされたってことはやっぱりカゲロウには何か心に抱え込んだものがあるってことかな。どんな人生を送ってきたのかちょっと想像つかないけど、心の底では何を考えてるんだろう。